ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ん？何を見ているの魔理沙？随分年季の入った本みたいだけど。あ、霊夢。お前も読んでみるか？なかなか面白いぞ。じゃあ失礼して。って何これ？全然読めないんだけど、ルメラやキクルミキヤキス？分子コリグ？何かの暗号なの？から始まる言葉なんて聞いたことないわ。まあ今ではあまり馴染みのある文章というか文法というかなんというか。霊夢、今の言葉を全部右から読んでみてくれ。反対から、は、よ、読める。右から読むと文章になっている。今でこそ全世界的にも左から右に文章を読むのが主流になっているが、かつての日本は右から左に文章を読むのが主流だったんだぜ。確かに今でも新聞とかの縦文字は右から左に読むけど、横文字も右から左に読んでたのね。インド人もびっくりな事実だわ。インド人が使っているヒンディー語は左から右に読むから関係ないぞ。そんなバナナ、あんな読みづらそうな文字なのに左から右に読むのね。でもどうして日本では横文字を右から左に読んでいたのかしら？日本が横文字を右から左に書いて読んでいたのは昭和初期戦前まで続いたんだぜ。え？ってことは日本が横文字を左から右へ書いて読むのに変わってから100年も経ってないってこと？そうだぜ。そこで今回はなぜ日本が横文字を右から左に書いて読んでいたのか、なぜそこから左から右に書いて読むようになったのかを解説していくぜ。合点承知の助、頼んだわよマリサ。横文字の説明に入る前に、まずは先に日本の文字の歴史を解説していこうと思う。日本の文字の歴史？確かに日本って世界からは一番複雑な言語って言われているよね。そうだな。日本はひらがなカタカナ漢字を使ったり、丁寧語尊敬語謙譲語といった敬語の種類も複数あるから海外の人が日本語の勉強をするとその難しさに折れかけるくらいだな。そもそも日本で文字が使われていたのってどれくらい前になるのかしら？日本に初めて文字が伝わったのは1世紀頃と言われているな。1世紀って何時代になるのかしら？1世紀は日本でいうところの弥生時代だ。中国から稲作が始まり、それまで採集や狩猟で生活していた人々が水稲農耕で生活していく時代に入った頃だな。めちゃくちゃ文明が発展した頃ね。1世紀頃に中国から漢字が伝わったと言われている理由は金印だな。卑弥呼様ってやつね。間違ってはいないけど、もうちょっと言い方なかったのか。弥生時代のことを習った記憶をたどると、邪馬台国卑弥呼金印ぐらいで、まあわからんでもないな。確かに金印は思いっきり漢字よね。でもここからずっと漢字が使われていたってこと？そうなるな。だが漢字で書かれていたのは日本の地名などで、神話などの物語は人から人へ口頭で覚えて受け継がれていて、文字で記録されるのはずっと先なんだ。え？そうなの？じゃあ日本神話とか昔話はそれまでずっと噂話みたいに口から口に伝えてたの？漢字が中国から伝わっていたのなら、漢字で記録してもいいんじゃないの？確かに漢字が伝わったのは弥生時代だが、奈良時代になるまでは漢字は地名を記録するくらいにしか使われていないんだぜ。物語を口で伝えていくって効率が悪いわね。紙がないとはいえ、石に彫ったりしても、よかったんじゃないかしら？文字が伝わっているとはいえ、この時代には致命的なことが一つあったんだ。致命的なことって？漢字が伝わったとはいえ、文字を書けて読める人がほとんどいなかったんだ。確かに、それは盲点だったわ。意味が理解できなきゃ文字の役割が成り立たないわ。なので文字の読み書きが本格的に行われる奈良時代まで、人々は頭で覚えたことを、口で伝承していったことになるな。人の記憶力ってすごいわね。記録を残すようになったのは奈良時代からで、中国から儒教仏教道教が伝わったあたりで、日本では特に仏教が盛んになったことで中国から来た僧侶が漢字を伝えたとされているんだ。確かにお寺とか神社では古い文献が結構残ってたりするわよね。最初は政治に関する文献や仏教に関することを記録するのに用いられていたが、日本最古の歌集万葉集が作られたのもこの時代だな。聞き覚えはあるけど、万葉集ってなんだっけ？万葉集は、飛鳥時代から奈良時代までにかけて約130年間の歌が収められている歌集だ。天皇や皇后の位の高い人から、位の低い一般市民まで階級関係なく短歌が収録されているんだ。五七五七七のあの短歌ね。そうだぜ。短歌がなぜ生まれたのかはここでは省かせてもらうが、実はこの万葉集では、漢字以外にも万葉仮名が使われているんだ。万葉仮名？ひらがなとかカタカナとは違うの？万葉仮名は、ひらがなやカタカナの先祖と言われている文字だな。つまり日本の文字のモデルになった漢字が1世紀頃の弥生時代に伝わってきて、
日本で文字が本格的に伝わり始めたのが飛鳥時代奈良時代になるってことね。その通りだ。このまま次に進んでいいか？もう満タイよ。文字が使われ始めた歴史については先ほど霊夢がまとめてくれたが、次は日本特有の文字の歴史について解説していくぞ。日本で初めて使われていた文字は、中国から持ち込まれていたわけだが、この漢字が使えるのは実は男性だけだったことを霊夢は知っていたか？え？漢字を使えるのが男性だけ？そんなの初めて知ったわ。漢字が本格的に取り入れられるようになって平安時代前期には政治や文学においても、漢詩文が主流だったんだ。国語の時間に習ったあれね。読むのに苦労したのよね。そう。漢字は読みにくい。当時の人もそう思っていたんだろうな。この漢字を日本人なりにわかりやすくしたのが万葉仮名だ。万葉仮名、さっきマリサがちらっと言ってたひらがなカタカナの先祖なのよね。そうだ。この万葉仮名の最大の特徴は漢字本来の読み方に関係なく日本語の音節のために、用いられることだな。もう少しわかりやすく教えてくれないかしら？例えば日本語であを万葉仮名で書くとあ、あん、えい、足が用いられるんだ。つまりひらがなではあだけだけど、万葉仮名だと同じ意味の文字が複数あるってこと？そうなんだぜ。だから万葉仮名は同じ意味を持つ漢字が複数存在したことになるな。つまりあの意味を持つ万葉仮名を答えるなら、答えが4つ存在するってことね。テストを解く人間側からすればありがたい話だが、それだと読むのが大変だ。そこで現在のひらがなカタカナが生まれたんだ。漢字をさらに簡略化したものがひらがなカタカナの始まりだが、これを日本に広めた人については、明確にはなっていないんだ。広めた人がわからない？どういうこと？ひらがなカタカナを作ったと言われている代表は空海や菅原の道真と言われているんだが、空海が作ったというのは後にありえないと証明されたことで除外され、菅原の道真が、ひらがなカタカナを作ったという決定的な証拠もないことで、現在でも曖昧にされているんだ。空海って中国から来て日本に仏教を広めた人よね？確かにそれだけ聞くと漢字をさらにアレンジした。ひらがなや漢字を作るとは思えないんだけど。どうして空海がひらがなやカタカナを作ったと、言われていたのかしら？霊夢はイロハウタを知っているか？イロハニホヘト、のあれのこと？イロハウタができたのは11世紀末から12世紀中頃に作られた仮名が被ることなく歌われた歌で、鎌倉時代にこの歌を作ったのが空海であると誰かが広めたことによって、ひらがなを作ったのは空海という仮説が生まれてしまったんだ。人の噂話がそのまま信じられちゃったの？空海が生きていた時代から何百年も経って、いたのになんでそんな噂が広まっちゃったのかしら？それはイロハウタの内容が仏教の考え方にある無常観を簡潔にわかりやすく歌っていた。ことで、仏教の代表とも言える空海が作者の候補に上がってしまったんだ。内容が仏教に関係していたら、確かに僧侶とか想像してしまうわね。空海の他にも菅原の道真などがひらがなカタカナを作ったとされているが、そもそも男性が作った。という考えも半信半疑で、現在も解明が進められているんだぜ。男性が作ってない？そういえばさっきマリサは漢字は男性しか使ってなかったって言ってたわね。そこも少し説明しないとな。奈良時代以降では、位の高い貴族ですら、女性は漢字を学ぶことを禁止されていたんだ。漢字を学んではいけない？どうしてなの？現代では少しずつ男女平等になりつつあるが、昔は男尊女卑という考え方が強く、勉学や武術を学び、時代を担うのが男性、家のことに専念して、子供を産むのが女性。という考えが強かったので、女性に学問は必要ないとのことで学ばせてもらえなかったんだ。今の当たり前が、当たり前じゃないってことね。しかしこのひらがなカタカナは漢字を簡略化させたものになるため、漢字を学ぶことを許されなかった女性のツールとして用いられるようになったことから、漢字や万葉仮名を男文字、ひらがなカタカナは女文字と言われるようになったんだ。確かに女性が文字を書くためにひらがなカタカナが生まれたのであれば、作ったのは女性なのも、考えられるけど、漢字を学べない環境でどうやって作ったのかも気になるところよね。となるとやっぱり男性の可能性が高いのかしら？日本の当たり前の文字が、現代でも作者って、世界的に見ても珍しいことよね。さて、日本の文字の歴史について解説したところでいよいよ今日の本題、横文字についてだ。今までの時代で文字ができたことについて解説してきたが、ここまでの時代の文章は、すべて縦書きで書かれていたんだ。確かに昔の記録を見ていくと、全部縦書きで書かれているわね。そもそも日本で横書きの文字が出てきたのっていつくらいなのかしら？日本で初めて文字を横書きにしたものが街で見られるようになったのは、江戸時代の後期からだ。
もともと横に長い看板や額、のれんなどに一行で文字を入れる場合は、横書きが使われていて、商売をする人が増えたことで横書きを目にする機会が増えたんだ。確かに、のれんなんかは横長だから、今までの縦書きが難しいわね。という風に今説明させてもらったが、実はもっと前から横文字が存在していたことに、私は気づいてしまったんだぜ。なんだって、一体何だって言うのよ？よくよく考えてほしいんだ霊夢。私たちの身近にあるもので、横文字になっている、ものがあるぞ。そんないきなり言われても、ヒントをちょうだい。そうだな、誰でもなんだかんだで年に一回くらいは日本人なら訪れる場所だと思うぞ。日本人が誰もが訪れる場所。なんなら昨日霊夢の一日を振り返ってみろ。昨日の夜ご飯を思い出せなくても、何をしたかは思い出せるだろう。昨日の夜ご飯も思い出せるわよ。でも昨日は確かある資格を取るために、神社にお参りに行ったのよね。霊夢が資格を？一体何を取ろうとしてたんだ？草むしり検定5級よ。ちいかわか、この世に存在しない資格の合格祈願してたのか？やっぱり病院で脳の検査を受けた方が。というのは冗談で、いつもお参りしている神社に寄っただけ。あ、そう。神社の名前だ。縦看板であるイメージだったけど、確かに横文字で書かれているわ。しかも右から左に読むものも見たことある。縦文字が主流だったけど、実は神社やお寺ができた時から、横文字は使われていたんだな。ちなみに書籍として横書きが使われるようになったのは、蘭学が紹介された頃だ。なるほど、西洋の文化が取り入れられることで、日本でも横文字が使われるようになったのね。明治初期頃には、縦文字横文字が混在して日本のあちこちで見かけるようになったんだ。ここまで来てやっぱり不思議でならないのが、西洋の文化が取り入れられていても、日本は戦前まで横文字を右から左へ読んでいたことよね。日本人が横文字を右から左へ読んでいたのには大きく分けて3つの理由があるんだ。まず1つ目は、中国からの縦書き文化が主流になったことだ。漢文は縦書きで右から左に書いてあったので、日本に伝わってからもそのまま右から左に書くようになったんだ。最初に伝わったものが現代でもそのまま伝わるってすごいことよね。実際に現代の中国でも、横書きは左から右に書いて読むが、縦書きの場合は今でも、右から左に書いて読んでいる。中国も日本と同じなのね。二つ目は、文字を書いていたものが巻物で、日本人のほとんどが右利きだったことだな。昔の人は巻物に文字を書いていたけど、それが右利きとどう関係しているの？日本人に限らず、世界人口の約9割が右利きで左利きは1割と言われている。海外の文字は、アルファベットの筆記体のように文字をつなげて文章を作るものが多いことから、長方形の紙を縦にして、左から右へ文字を書く文化が多いが、日本の場合は巻物で書く際に、右で筆を持ち、左で巻物を持つスタイルが主流になったことから、西洋文化が、取り入れられた後でも右から左へ読んでいたことが考えられるんだ。つまり長年染みついた DNA が関係してるってこと？実際日本人は鎖国を行ったり、自分たちの国の文化を尊重する考えの人が多いからな。海外からの考え方をすぐに受け入れられなかったんだろう。三つ目の理由は、第二次世界大戦による関係だな。ああ、それはなんとなく予想してたわ。野球でも外国語を言ってはダメだったのよね。そう。実際明治までは海外の言葉は左から右に読むものもあったが、戦争になるとここの部分を、とことん排除していったんだ。海外からの言葉もこの頃から多かっただろうに、当時の人たちは別の言い方にしようと、苦労してるわね。まあそれも戦争が終わって日本が負けると、GHQ などが参入することで、今までの文字の、読み書きなどが全て左から右に統一されるんだがな。もし日本が勝っていたら、このままずっと右から左に書いて読むのが一般的になっていたなんて、人生何が起きるかわからないわね。さて、世界的には横文字は左から右に文字を書いて読むのが主流なわけだが、今でも、横文字を右から左で書いて読むものは残っているな。神社の名前や昔からやっているお店ののれんやトラックに書かれた会社名は今でも、右から左で書いてあるわよね。あとは銀行員や女性用実印も右から左で彫刻されているな。確かによくよく見たらそうだわ。日本語の他にはアラビア語、ヘブライ語、シリア語は今でも横文字を右から左で読む言語として知られているな。ちなみに世界で3番目によく使われている言語のアラビア語は、文章は右から左で読むが、数字は左から右に読むものらしい。アラビア語っていろんな国で使われているんだ。ちなみにアラビア語が右から左に書いて読むのは、石を掘るとき右利きの人は右手に土を持ち、左手ののみを打って文字を刻むことが由来しているんだとか。マリサっていろんなことを知ってるのね。さて霊夢、
今回の話はどうだった？日本の文字に関することがよくわかったわ。中国から弥生時代に漢字が伝わったけど、世の中で使われ始めたのは奈良時代からで、横文字が伝わったのが明治初期なのよね。戦前までは縦書きが主流だったこともあって右から左に書いて読んでたけど、戦争に負けて、世界基準に統一されたけど、現在でも右から左に書いて読む文化は存在しているのよね。完璧じゃないか。これで今日からこのことを質問されても、答えられるな。余裕のよっちゃんよ、任せてちょうだい。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録高評価ボタンを押してね。文字に関する質問などがあれば、コメントで教えてくれよな。多分マリサが解説してくれるわよ。その他にも興味深い動画をアップしているから見てくれよな。じゃあ今日はこの辺でドロンします。バイビー。